4月9日、松山市上野町のニンジニアスタジアムで春のキッズセミナーが行われました。これは伊予銀行と愛媛 FC が共同で小中学生を対象に金融の仕組みやサッカースタジアムで働くことについて学んでもらおうと開かれたものです。この日は小中学生とその保護者およそ60人が参加しました。選手はすごい当校の春のキッズセミナーは、愛媛のいろいろな企業様と、共同で開催をしております。で今回はその中でも、とことん地域密着宣言を謳っている愛媛 FC さんと共同開催をすることにいたしました。学校いろいろな学校なんかでこう子どもたちへ夢を与える、サッカーのお仕事と、金融がコラボすることによってこうそれぞれ興味がない分野に新たな興味を持っていただくということで、将来の夢につながるかなと思って今回は開催をいたしました。午前中は、銀行のお仕事ですとか、自分たちと、お金の関わりについて学んでいただいた後、愛媛 FC さんのお仕事を今回は特別に教えていただきまして、で実際にもうスタジアム内でお仕事体験をするということで、お仕事にはいろんな目標ですとか決まり事があるということを学んでいただいた上で、午後からのお仕事体験につながるという仕事をしていただきます。その後ですね、今回は試合観戦もございますので、こうみんなで一生懸命応援するというところまでさせていただいております。今なかなかこうお金のことを学んだりとか、こう将来の夢について考えるっていうきっかけって今はまだないかもしれませんけれども、とても大事なことだなと思いますので、異業種がコラボをするということによってですね、それぞれお互いファンを作るという意味で参加していただいているんじゃないかなと思うんですが、それを通じて、将来こう自分はこうなりたいっていうはっきりした夢をですね、ぜひとも持っていただいて、でそれに対する、お金の使い方なんかもこう学んでいただきたいなと思っております。MC の仕事内容がよく分かりました。銀行のことが、よく学べて楽しかったです。大きな声で、お客さんと接することができるように頑張りたいです。決まりなどをやらなくてはいけないことをちゃんと守って頑張りたいです。今回初めて会えるので楽しみです。ロッカールームなどを見せてくれるらしいので、それが、楽しみで、楽しみです。参加した子どもたちは挨拶の大切さや働くということを体験し、将来の夢の参考になったのではないでしょうか。